粗品です。せいやです。うん、もうポケモンクイズハイレベルな戦い集。まあ今までね、霜降りチューブで何度もポケモンクイズやってました、はい、うんうん、俺やっぱ強いねんな。早いね。早い。2人とも異常な強さを見せるポケモンクイズということで、はい、今回は過去の霜降りチューブのハイレベルな戦いをちょっとまとめました、ね、オッケー。ポケモンクイズ集です。どうぞ。いつも頭痛になります。うわ、コダック。うわ、すごい。これすごいわ。よしよし、めっちゃ早い。これ取るしかないな。やばい、目覚めた。めっちゃ早い、こいつ。死に別れた。わ、うわうわうわ、カラカラ。うわ、よし、やるね。オーケー。早っ。これも取るしかない。取るしかない。ポケモンさん、ここ見ていてください。うわ、でかいな、ポケモン。俺も挨拶したい。一日いくつか卵を。どっちですか。あ、正解。ラッキー。よしよしよし、ラッキー。早い早い。早っ早っ。これが幼なかんは早っ。薄いガス状の、ゴース。お前すげえ。お前。ゴース。今のでしょ。よしよしよし。よし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 。やばいやばいやばい。メモリーメモリーメモリー。てれ。海の神様と。ルギア。はい。よしよし、いいよいいよ。はや。はや。いいよいいよ。はや。久しぶり来た。久しぶり来た。やばいやばい。まだまだ電気を貯めるのが下手。ピチュー。オッケー。早い早い。いいよいいよ。早い、ママ、ドクデザルト。お願いお願いお願い。真っ暗な尻尾を隠すため、暗闇でひっそりと生きている。自分からは攻撃しない。真っ暗な尻尾。何つも真っ暗な尻尾。真っ黒な尻尾。どうしてもルビーサファイアの字書いてるこれ。確かに。真っ黒な尻尾。そんなやついました。ああ、西ヒントもらうか。西ヒント。ジェスチャーでモノマネしてください。お願いします。えそうなんす。おお、よう分かった。そうなんす。横やろ。誰がイナバウアすんねん。いや、横やって。そうなんすわ、横。アホや。そうなんすやろ。アホや。誰が後ろ行くねん。そうなんすね。後ろに沿った。浮かんのよ。浮かんのよ、それもな。くちばしを。あ、いや、これ一個やろ、でも。いやー、まあ念入りにドリルくちばし。あ、オッケー、まあこれはね、早いね。ものすごい速さで電光石火。うわー、この速さ、まさにこの速さ、まさに電光石火。これは速いよ。敵の体に、あ、速いね、これ。締め付ける。おー、リワークの得意技。敵の体に、はい、もうここでいきます。早いね。宿り木のため、はい、わあ、すごい。これはいい問題。レベル1、一角。レベル10、砂かぶ。すごい。サンド。うわぁ、おぉ、サンド。すごいや。やっぱもう早いな。サンドで正解か。早いな。サンド、サンドなんし。レベル1、叩く。あ、ここでいいか。あ、俺お前打ってる。すごい。プリン。うわぁ。うわぁ。お前な。鳥が顔にまっすぐ突っ込んできたの。プリンじゃない。鳥を。このままくちばしに突っ込んできた。
レベル1、叩く、鳴き声。レベル13、歌う。うん。レベル18、往復ウィンター。うん。ピッピ。そう。オッケーオッケーオッケー。惜しい。リードリードリード。やばいやばい、ストレート負けあるわ、これ。レベル1、一角。レベル15、鳴き声。15で鳴き声。レベル19、穴を掘る。ディグだ。オッケー。うわ、やばい、いいぞ、いいぞ、いいぞ。やばい、やばい、4-0や。そう、鳴き声。うわ、早いなぁ。早いよ。早い。見直した。レベル1、ひっかく、鳴き声。レベル12、噛みつく。レベル17、猫に噛む。うん。どうしようか。やっと来た、2時半で。2時半。ニャス。おー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 、オッケーオッケーオッケー。今のもね。分からんけどね、見直してたってね、その1回舐めてたってこと1個前のくだりそれが頭いっぱいで、ね、1ヶ月聞いてなかった見直した見直したってないいや、めっちゃ早いで、お前今日あ、ほんまもうめちゃくちゃ早いミビシティから早やお月見山懐かしい懐かしいよっしゃ早っ花田に行くまでもね下でプリンとか出てくるやつ出てくるプリンレベル9のね初めても年に一度クチバシティにあーサントアンヌ号オッケー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 覚えてるねオッケーオッケーオッケー船長ゲロ吐いてるやつねそうそうそう酔ってな出航前にねいいねいいね行ってまうのあったよな、サントアンヌ号乗られへんみたいなねあ、波乗りをゲットしたらみたいないやなんかありましたよねクリアしてあ、クリアしてからやったらうん、なんか行ってまうみたいな居合切りを持ってたらってことですよね別に、うん、なんかあったななるほど花田シティ、シオンタウンの間にチリやな岩山トンネルよしすごいフラッシュいるとこあー懐かしいうわあったな、右行ってこうそうそう俺貧乏やったからフラッシュなかったもん中でも貧乏ドゥ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 中でも貧乏あの貧乏根性とかそんなん使わんとあまあまあ真っ暗で行ってたわちょっと透けてるしな、壁ドゥ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 おもろこれ山吹シティにありシルフカンパニー早っ早いねシルフカンパニーロケット団がね働いてたねシルフカンパニー懐かしいお前みたいなやつおったなシルフカンパニーだけナンバー150のポケモンミュウツマジナンバー150のポケモンは伝説のポケモンミュウツーでは、パイーン、パイーン、ナンバー149のポケモンは、うわー、カイリュウ、オーケー、取ったね、取ったね、オーケー、あのファイヤー、フリーザーとかじゃなくて、カイリュウ、意外にカイリュウ、取ってるね、主人公の家のテレビの前で。え？何それ？何だっけ？家のテレビの前で、見ているのはお母さん。じゃあお父さん。おらんよ。お父さん。主人公の家のテレビの前でボタンを押すとテレビで映画をやっている。これはこいつの問題だ。覚えて。こんなことしてる場合じゃない行かなきゃあったけどスタンドバイミンそうやったっけ少年が線路を歩いているんだよねすごい懐かしいザクスいいねザクスいいね皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします